グッダ、ノルウェーハルダンゲル親善大使の山瀬里央です。さあ本日も始まりました、山瀬里央の北欧学。ノルウェーの一般的なサラリーマンの勤務時間は朝8時から夕方4時までです。お昼休みは30分間で、ほとんどの人が自分のマートパッケを持ってきています。このマートパッケとは何なんでしょうか。本日は世界一つまらないノルウェーのサンドイッチ、マートパッケの紹介をさせていただきます。平日の朝の薄暗い時間帯にキッチンに入り、今日のランチは何を作ってお弁当にしよう、またどこに食べに行こうなどぼんやり考えていると、あっという間に時間は経ってしまいます。もしあなたがノルウェーにいたなら、こんなことはおそらく起こらず、マートパッケを食べることになるでしょう。ノルウェー語でお弁当の意味のこの言葉は、ノルウェーの住人が毎朝簡単に作って食べることのできるミニマリストスタイルのオープンサンドイッチのことを指しています。ノルウェーには温かいランチの伝統はありませんと、フードライターで公共テレビシリーズニュースカンジラビアンクッキングの司会者でもあるピエスターさんは説明しています。温かい昼食を提供している一部の大企業もありますが、それ以外は基本的には全員がマートパッケを食べるのがノルウェーの伝統だと彼は言っています。一般的に2枚から3枚のパンにそれぞれ薄くバターを塗って、その上にチーズやハムをそれぞれ1枚ずつ乗せて、ジャムやレバーペースト、またチューブ入りの魚の卵などをやはり薄く塗ったものになります。基本的にはこれだけです。この伝統はノルウェーが貧しい国だった時代に、パン、チーズ、牛乳、半分のリンゴ、半分のオレンジを学童に無料で提供した政府プログラムでもあったオスロブレックファーストから進化しました。オスロブレックファースト、オスロの朝食はノルウェー語でオスロプロコステンと言います。このオスロの朝食はオスロ大学の医師で衛生細菌学の教授でもあったカール・スキショッツ教授によって1920年代に調理されていない学校給食の一種として開発されました。その頃まだ貧困が多かったノルウェーの子どもたちに、できるだけ健康になれるような食事が考案され、子どもたちの長期的な健康に優れた効果があったという研究結果が広く報告されています。1930年代にはオスロの朝食は有名になり、スカンジナビア、ヨーロッパ、そしてより広い世界でこのプログラムはコピーされ、1950年代後半まで提供されました。この伝統的なマートパッケの作り方を丁寧に正確に、そして陽気に紹介している YouTube チャンネルがあります。ロナルド・サガトゥンさんのチャンネルなんですが、とても面白いので、ちょっと内容を紹介させていただきます。まずノルウェーの昼食は、その包みを開けた時にがっかりしないといけないんです。これはお子さんたちも同じです。毎回昼食時はその包みを開けた時にがっかりする、これがノルウェーの昼食です。華やかであったりワクワクしたり、そんなのはもうノルウェーの昼食じゃないので、ちょっとでもそういう要素が見えると、サガトゥンさんはノー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 っていう風に始まります。パンの上に薄くバターを塗りながら、これちょっとでも厚く塗るとノーノーノー、贅沢はダメ。そしてその上にチーズを1枚乗せます。これも2枚はダメ、1枚なんですね。そうしながらサガトゥンさんは言っています。食べるとがっかりするはずだよ、ノルウェーの昼食は楽しみにしてはいけない。コメディ要素もあり、少し誇張されている部分もあるんですが、どれだけマートパッケが、シンプルなものかを捉えているので、ぜひご覧になっていただきたいです。マートパッケは悲しいデスクランチの元祖のように思えるかもしれませんが、一方でなぜ私たちが消費するものは全てがハッピーでエキサイティングなものでなければならないのでしょうか。安くてシンプルで仕事中に昼寝をしなくても済むという安心感や安定感はきっとあるはずです。さらに毎日のランチに対する悩みがなくなるので良いポイントにもなります。
皆さん、今のところこの動画を楽しんでおられますか？もし面白いと思ったら、この下のチャンネル登録をポチッと押してください。押してくださった方、トゥースンタック、本当にありがとうございます。ノルウェー風のオープンサンドイッチを自分で作るためのヒントを4つにまとめたので紹介します。まず1番は、食感のあるパンを選ぶ。最高品質の職人のパンである必要はなく、全粒粉や種の入ったテクスチャーのパンを選んでください。お昼にお腹が減っていることが予想される場合は、2枚から4枚のスライスのパンをパックします。2番、トッピングは控えめに。ノルウェー語にはバター以外のパンの上に乗せるトッピングを示す言葉があります。ポーレクです。この言葉はハムやチーズ、レバーペースト、ジャム、魚の卵などパンの上に乗せて食べる具材すべてを示します。マートパッケを作るときは、1枚のスライスの上に1つのポーレックを選びます。サガトゥンさんは、デンマークのサンドイッチは派手すぎてちょっとやりすぎだと思うと言います。原理は同じなんですが、具材が多すぎます。ノルウェーのオープンサンドイッチはもっと控えめにしましょうとのことです。伝統的なノルウェーのオープンサンドイッチを作る場合には、パンの上に薄くバターを塗って、その後にそれぞれにハムやチーズを1枚ずつ乗せてください。この時大切なのは2枚一緒に乗せないことです。ノルウェーではチューブに入ったチーズや魚の卵、キャビアと呼ばれています。またサバのトマト煮なども人気で、それ以外にはジャムやレバーペーストなども人気です。また新鮮さをプラスするためにトマトやキュウリ、パプリカなどを乗せる場合もあります。でもこの時もサガトゥンさんは言っています。くれぐれも乗せすぎないように。量が多くなってしまうとノルウェー式ではなくなるので、乗せるなら1枚でお願いしますとのことです。実際私もノルウェーで、オープンサンドイッチをお店で頼むと、パンの上にチーズが1枚薄く乗って、その上にキュウリが1枚ペローンと乗ってる、ちょっと贅沢だと、パプリカが隣にペローンと乗ってる場合が多いように思います。3、特別な紙を使って積み重ねる。出来上がったオープンサンドイッチは、伝統的にこの目的のために製造された特別な紙、メロムレックスパピールを使って積み重ねます。この紙は伝統的なマートパッケの最も重要な要素です。オープンサンドイッチをその紙によって積み重ねることもできますし、味が混ざることもありません。ちなみにスカンジナビアでは、2枚のパンを具で挟むサンドイッチスタイルより、オープンサンドイッチの方が一般的です。その後、ベーキングペーパーに似た紙で包みます。お弁当箱や昔ながらのタッパーのようなものを使うのもいいです。楽しまずにお弁当を食べて仕事に戻ろう。ノルウェーの典型的な平日の昼休みは30分程度しかありません。しかし一般的にノルウェー人は食事に多くの時間を割くことはなく、昼食をとるのに10分程度しかかからない人も多いとサガトゥンさんは話します。北部地方出身のおばあさんはいつも、あなたは働かないといけないからとサガトゥンさんに話していたそうです。それが私たちの昼食の背後にある哲学のようなものだとサガトゥンさんは話していました。マートパッケの一番の魅力は、あっという間に終わってしまうことかもしれません。もしかしたら褒め殺しのように聞こえるかもしれませんが、マートパッケは本当に純粋でシンプルな栄養豊かな食事です。代替食のソイレントのような極端なものではありませんが、このオープンサンドには実用性があります。洗練されて美しい食事、しばしば乱雑な食事が多い現在の文化の中で、純粋に機能のために存在するものがあってもいいのかもしれませんね。たとえそれが少し退屈であっても、家族との時間を何よりも大切にするノルウェー人は
マートパッケがあることで作る時間と食べる時間を短縮し、効率の良い仕事を図り、夕方には大好きな人と好きな時間を過ごすことができます。毎日の生活を健康的にシンプルに過ごす、これも国としての幸福度を高める一つの理由になっているのかもしれません。本日も最後までご覧くださりどうもありがとうございました。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。また質問などありましたら下のコメント欄に書いていただけると嬉しいです。それではまた、アデブラー。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。Be safe!